合唱は編成前の子供のみの合唱である。同性合唱とも言う。少年合唱も同義だが、男子のみを指す場合が多い。性域は女性合唱に比してやや狭いが、ほぼ重なる、性質は異なり、透明さや、発達さが大人の女性合唱と異なる魅力がある。女性合唱、男性合唱と共に、同性合唱に分類される。編成後の男児を含む、 中学生による混性合唱は児童合唱に含まない場合が多い。日本の児童合唱団は男子は編成期を迎える小学6年生から中学生の間に対談することが多いがファルセットを用いて活動するものも見られる。女子は男子ほど声変わりが顕著でなく高校生や大学生で活動するものもいる。日本以外の児童合唱団や 少年合唱団の多くは編成に関わらず未成年のみの合唱を表す。本校はクラシック音楽における自動合唱について重点的に説明する。ポピュラー音楽についても講述する。生域性質によってソプラノとアルトに分かれる。三部に分かれる場合はソプラノとアルトの間にメゾソプラノが置かれる。主に還元楽付き合唱曲や合唱付き。 公共局で女性と男性の混成合唱と別に児童合唱のパートが与えられることがある。混成合唱局で構成部を通常の女性に代わり児童が受け持つことがある。前者はオルフのカルミナ・ブラーナやマーラーの公共局第8番などがある。後者はかつて教会で女性の歌唱が禁じられたことから代替されたが、現在は主に音楽的な観点から選択される。 構成部に児童合唱を指定した曲は、ストラビンスキーのミサ曲やシュベリウスのアテネ人の歌などがある。混成合唱曲で女性パートを少年合唱が担当する場合もあり、通常の混成合唱と異なるハーモニーを奏でる。女性合唱団の歌唱も少なくない。内は伴奏形態を示す。1950年代後半から1980年代にかけて、 児童合唱団が歌唱するアニメや特撮など児童向けフィクション番組や映画の主題歌が多く見られた。主な曲を歌詞する。内に番組名と歌手及び合唱団名を記す。ありがとうございます。